お疲れチャンスラッです。今日はマーク作11日目やっていきます。というわけで現在トロフィー4352ですね。はい、で対戦相手のインフレベも正直一緒ぐらいっていうか、ちょっと俺よりも合計値だと高くねみたいなところに来てんで、ちょっと気ぃつけないとね、本当にいかれます。だから多分2021年のマーク作はトロフィー5100ぐらいで小屋小屋にしばかれた思い出があるんで、ちょっと今レベル上げたいんだけど、もうプランがないですね。レベル上げる手段がないんで、まあ引き続きちょっとこれで頑張ろうかなって感じかな。一つだけ別プランがあって、このもう本を受け取るためにもう使う、そうゴブリンバレルに、まあスーパーレアの指南書かつもう強化の指南書、何でもあげれる指南書使って14にします。でここのパスをね一旦全部受け取るプランっていう、まあ、紙プランもある。んー、じゃあなんでそれしないのってあるんですけど、まあそれをすると今は一旦乗り越えられるんですけど、指南書って超価値高いんで、このウルトラのレベルを上げれなくなるんですよね。そうなると高みの7500よ、本気の7500プランが、まあ、だいぶ苦しくなっちゃうわけなんですよね。そうなんで、まあ今を乗り切るために上げるか、今をケチってどうにかこのレベルで頑張って、ちょっと指南書はウルトラに、ね、使って、なんか最後の最後までなんかいい感じね。ここの1回のバレルに、そう13まで自力で上げてからスーパーレアの指南書で上げることによって、何でも指南書をねウルトラに2枚使えることができる。それだけでこのメガナイトとインドラのレベルが上がるんで、っていう悩みがある。え、ってか待って、インドラになってる。俺さ、フェニックスにしたっすよね。あ、これデッキ間違えてるわ、じゃあ。普通に。危ねえ。危ねえってもうミスってんすけど。マジで、危ねえ買った。一旦今回は乗り切れそうなんで。まあ、なんとかなる。いや、素晴らしいけど、まだ。キングキドー。よし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 。いや、危ねえ。マジで危ねえことしてる。インドラ刺さってるけど、フェニックスにしたっすよね、前回か。ちょ、フェニーに戻したい。さあ、ここには。いやー、スケルトン部隊。正直、この辺でもギリギリなんだよな。いやー、バレルも、13、14に上げるプラン、ちょっとあるよな。ウルトラ上がんないんで、そこはきついけど、早い段階で負けろが渋いっすよね。運命分けるな、ここの2択。ここ乗り越えると、マジゴブリンバレル13になるのがいつになるのって話なんですよね、正直。当分先なんですよね、正直。ケチっても使う場面ないなら、ケチらず今使っちゃって、セール待っとく。紙セール来るの待つか。いやー、そっちの方がいい気がすんな。確実に今を乗り越えたい、俺がいる。すごい重要なとこですね。さあ一本追っていく。よしよし、いやー素晴らしい。てかインドラ強っ。まだフェニーにしましたからね。てかフェニーの方がレベル高いんで、さすがにレベル高いフェニーにしよう。よしと、まあどうしようかと。負け策はね、悩んでなんぼですからね。オーケー、上げちまった方が楽な気もする。まあでも不意に来るんでね、レベル13こやこやキングが。さあ一旦この辺はいいでしょう。できる限り受け取ります。いや、先も長いですからね。こっちですね。はい、フェニックス型です。今シーズン早く終わってくんねえかな。残り期間これ。え、わかんねえんだこれ。なんでわかんねえんだ。トロフィーリセットとかがないから、わかる必要がないってか。え、マジで今シーズン残り何日かわかんないんだけど。そんなことある？あ、わかりましたね。誰から見たらいけた。23日の13時間だ。いやー、今季早く終わればもう一周パス変えるんだけど、あと残り20日も耐えれねえよな。いやー非常に悩むな。今4380でしょ。4500、いや5000、いやこのレベルで5000いけるか。
いや、いけそうだけどな。無駄にゴブリンバレルで溜まっちゃうのももったいないんだよな。あ、トークンがあるわ。ちょっと待ってよ。トークンをうまいこと使いたい。ちょっと一旦耐えるわ。いや、そんななんか、余裕もねえな。ちょっと強いやつ来た。やべ。普通にやべ。笑いなし。勝ちだけを求めていきます。いや、強っ。やなあめてプリン、あれさすがにやれるよな。一回やっとくか。オーケー、よろしい。ちょっとこれ守ろうか。危ないな。わあ、これは美味しいな。飛ばしちゃいたいな。タルババがさあレベル12、ずれてる。ふう、いやーマジ怖すぎ。プリンスがやべ。プリンスとかペッカとかメガナイトとかネクロとかあの辺のあの辺のレベルだけのワンパンでいかれるんで、ふざけれないというかマジ集中しなきゃ。さあこれボムだけだと足りない。フェニックスまで添えてあげる。うわー本気悩むな。理由がでも正直ねえか。ウルトラなら後から神セール降ってくるだろう。ちょっとトークンこの後見ます。トークン見てこの辺と相談して。さあ必殺バレルボールレイカー、これめっちゃ強いで、アーチャーで陸行きできる。いやこれがな強いんだよな。今ロケット押しが11レベでアーチャーが10レベなんで、正直ロケホ使おうかと思ってもいるんですけど、やっぱプリンスとかねミニペッカとかのレベル高いのがねほんときついんで、そこに対してのこのアーチャーで受けれるのがちょっと強すぎて陸受けようっすね。さあこれボム回る。最悪ボムでも受けれる。よしよし。わーフェニックスお前マジ虹色に輝いてもいいぞね。スターパワーでレインボーな不死鳥にしてあげたい。強すぎて大当たりキャラ。赤色じゃなんかかわいそうだ。黄金に輝けるお前はそのポテンシャルがある。よしよしよし。いやマジなんか危なくねえかうわーこれは一回遠く見よう。スーパーレア残り70ちょっといるんだよね。さあゴブリンバレルにで現在4枚あるから残り70枚いるんですよ。でトークンで20枚なんですよね。遠いな。次のこの4600のセールでトークンだ。5000までいけるから、じゃ4600までマジで耐えよう。4600いってセールをゲットして、それでバレルが仕上がらないようならもう使っちゃおうか。そうっすね、もう使わざるを得ないっすよね。苦しいもんな。レベルがすでになんか課金したいもん。あ、てか今乗り切るためにこれケチっても意味ないんでブーストポーション使うわ。でボムがレベル9になる。これだけでもちょっと救いか。さあちょっとね出し惜しみするの良くないんで負けさくって。さあタラウキュー油断できねえかんな。ちょガンガン使ってこう。使えるもん。で4600で、まあ、ゴブリンバレルが最強になる未来は正直 10% とかほんとそんなもんだと思うんですよね。あんまね最強になれる気はしてないんですよね正直。そんなのでちょっと4600いったらバレル解放プランだな。でも4600いくとじゃあ5000まで頑張ろうかっていう粘りのいやー精神出てきそうなんですけど、だいぶ悩むな。なんか本当にいけるなら上行きたいじゃないですか。で7500を見るなら今使っちゃダメなんだよ。でも今使わなかったら今負けるかもしれねえんだよ。おはいどうすれんだよっていうこの地獄のループ。さあまだその時の相手のレベルとかも相談しつつね。もう一個俺タワーレベル上がるとやばいんだよな多分。
9で一応12まで出るんで、10にしちゃうと13が出てくると多分カーストとかがバグで出てきちゃう。ついていけねえよな。これでカースト相手にしたら無理だろ。いや今回なんかレベル低いんだけど、全然なんか普通の試合できてんだよな。さあネクロで許容。まあでもユニレブが圧倒的強い。うい、さあ行こう。さあポーションでモブが9、できることならケチっていく。いやめっちゃいいケチ、こういうケチさが大事で、矢の雨でアーチャーしばけるんで、これね多分アーチャーまで見えそう、見えなかった。予想は当たんないけど折れましたね。さあ今回ちょっとだいぶ当たり立ったか、なんか可愛いな。俺がだいぶ強い化け物になってる。もしかして俺が化け物だったのか。よし、さあいいでしょ、やっぱ負けないことが大事なんだよ。フェニックスいいな、安定感がある。エレキとかやっぱり引いちゃうとね苦しいんですよインドラは。あとなんだろう、クロスとかホグとかにもそんな強くねえかな。そうだけどそういうのに全てにねフェニックスは対応できるんで、まあ腐ることは絶対ないんですよね。よっしゃー、まあまあトリマスセール買いてえわ、セール貸してるし。ちょっと4600いこう、4600いってから考えよう。行くことだけを今考えて、たまたまなんかこの辺で、たまたまこの辺でなんか強くなれねえかな。さあこれ一気に解放されるってなったらだいぶ強いけどね。これがウルトラの指南書だったらな、被らなかったんだけどな、それが強い。ここはノーマルの指南書がラストあるっすね。てかさ思ったけどさ、フェニックスにこのワイルドカードを使わない理由があんのかな。絶対使った方がいいよな、マジでないっすよね使わない理由。多分冷静に考えてガチないと思うんで、いやこれフェニックス12にしとこう。ちょっと本当に今怖い、怖すぎるんでこの辺で強くなってきます。最悪今強化の秘伝書からのもう一回強化の秘伝書でカンストいきます。よし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 、できることはちょっと最大限やっとかないと。もういつ負けてもおかしくない、嫌だ、負け策したくない。うわーマジでボム置いちゃうか。うわあマジでペッカにな、負けたことあるからすごい嫌いなんですよね。いやーめっちゃいいスケ、これメガナイトでネクロやりつつ間のスケをね。いや強いてお前下方し、いやーしかもこれね届くんかいタワー。いやでもユニレベはまあまあだな、俺と同じぐらいか。まだ隠してるからな俺12レベル。え？ワンガチやばい。いやーこれいかれるな、ボムが強すぎて。いやウッドか、いやこれ待って普通にやばいぞ。ふん耐えろ、ウッドね。ウォールブレーカーにウッド使わしてバレルをぶっ刺すがプラン。結果目がないとね。いやフェニックス上げといてよかったこれ、普通に止まんねえやん。ちょっとネクロがね、てかペッカネクロ吉、マジいい試合したくない。もうボコボコの圧勝でいい。いやー美味しすぎるけどこれマジでな、ボムもっと強くあれお前は。さあスケ、いやまあええやろ、頑張ったやろ。さあここにメガナイトが来る、これキング起動してな、アーチャーからのオールブレーカーでマジキング起動するわ。いやてかいらんな、これこっちに一回視野、あーそれやばい、いやあっつグッド使った。いやこのキング起動でかいな、ペッオールブレーカーザップ取ると一発。
だからボムからのメガナイトがね、いいな。大砲でもいいんだけど、でウッド使ってるんでだいぶいいよ。まあそんぐらいはやるよね。あー気持ちいい。よしよし。いやまあでも結構いい防衛はできてるっすね。チンパン対策ボム、ボムフェミにあっちゃう、後ろから出しての。よし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 、素敵素敵すぎる試合。こういう試合はね、ちょっと今からやっていかないといけない。相手が何レベルだろうと。キング起動できるのいいな、やっぱボムタワー。大砲もまあできるんだけど、なんか大砲よりボムに飛ばして関係ねえか、同じか。さあクランの人がアーチャーくれる、ありがてえ。さあ頑張り時だ、ここ乗り越えなきゃ。さあネクロウィザードの使い手だ、タワーレベル10。もうこの辺は多分一緒ぐらいですね。てか俺、これメガナイトにメガナイト合わすと後ろにウィザードとかネクロとかつけられてオーバーオーバーでーすってことになっちゃうんですよ。そうってことをちょっと気づいたので、しっかり後ろを踏みたい。これなんならキング起動狙います。やべ、あマジでやべ、マジで笑えん。でかっ、でかっ、ちょマジでもっとやれ、うちのメガネともっとやれ待って、ちょっとやべえやな俺。でもなぜか余裕な気がしてる、なぜか余裕感じる。だいぶ危ないんだけど、うん、ビビったけど今一発入ってたよな、ちょっとやべえぞガチいやでもこんぐらいならっていうその感じ。この相手が13レベルぐらいだとちょっとビクビクするんだけど、12だしなっていうこの謎の安心感あるけど、これメガナイトで踏んでくるよな。ちょっと待ってよ、やなめ、これ1040ね。一応相手の呪文を気をつけなきゃいけない。入れ、んでかすぎー、気持ちいい。ちょっとあのキング起動とかいらない、そんなのいらないからちゃんと守ろうぜ。え、おマジで強いってね、クロ。おこやで、ガチ。いやー、美味しい。ボム、格上のメガナイトのジャンプでどんぐらい減るかとかを把握してないからむずいよね。マジで。あっ死ぬ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 、マジでさ、ちょっとやるよな俺。なんでこんなにあるかっていうと、マジで勝てる気がするんだよな、勝てるよな。いやマジフェニックス、フェニックスゲーやないかい。しゃでけービビりまくってたけど、あこっち来い、橋渡る権利ないだろ。さあ卵生まれていいんやで。いやーマジフェニックスレベル上げといてよかったっすね。終われそうこれ。さあメガネジャンプ、アーチャーも入ってキングまで持っててちょうだい。よし、うわーうわーとか言って動画撮ってるわ。そういえばマジやばい、もうハラハラマッチング怖えー。さあ4495、ちょなんか来ねえのか、頑張ってるでしょみたいなない、セール降ってこねえか。でもちょっとあと100だ、頑張ろう、あと100あげよう。タワーレベル9、集中、一旦行ってらっしゃい。ウォールブレイカー、あーレベル低いねあんた。フェニックスからの一旦フェニが強いかな。このフェニがいるところのバレルもめっちゃ強いぞ。おセナメ、いやマジこのフェニが強い。てかタワレベ9かわいいな、
え、俺フィニックスって線持ってったよな今。さあまあまあここはボムでいいだろ。メガナイトはなんか本当に緊急用っすね。あ、いけそうだな。ちょっとこのまま、このまま5000いけねえかな。正直使いたくない至難所スーパーレアにいて。さあパップ落としちゃいたい。これんじゃね、ガゴかなんかで対応してくるのをこのままフェニックスで回収したい。スライム使う。フェニックスの下に潜らせ、ウォールブレイカー強そうじゃね。セパでいくかな。スケルトンが潜ってる。いやフェニックスこいつが強え間に強え間に頑張っとかないと。マジでお願い、緊急確保だけはやめろよ。まあちょっとこれねやばいんだな、普通になんか怖いっすよね。いやミール強い、強いどころじゃねえ。よいしょ、 OK。 よしよしよし。まあ今回のあたりはちょっと一旦今日一戦いやすかったな。マスク飛ぶぞあれ。さあマジ確実に、わあボムタワーちょっと頑張ったな。メガナイト出せよっていう意地でもなぜか出せない。いやー絶対出した方がいいな。よし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 、耐えた耐えた耐えた。これであと3勝ぐらいか。いや4セロックでさえちょっと遠いな。5000まで持たない、俺のせい俺のメンタルが持たないいやこれで負けたらだってガチでもったいないよな。この至難所はどうしたんだっていう、完全にバカになっちゃう。うわーにゃー、ちょっと負けても後悔しないようにね、やれるだけのことはやっとこう。ちょっと考えるの早いけど、やれるだけのことはやっとこう。トークンとかも出し読みせず使ってこう。至難所だけ出し惜しみします。嫌でよかったか。うわこれ嫌で、これ待ってよ、4つ上だ、解けないな多分。うわマジでこれ1回集中です、ガチ集中。でかい、でかい、マジで。待ってゴブリンバレル処理できん、キモいって。ちょっと待ってくれよ、助けてくれ。そうだよな、強いよなあんたレベル11だもんな。えゴブリンバレルさガチで解けないよな。いやウォールブレイカーは届く、しかも2コースでダメージ1000入る、でかい。いや1回さ矢で守れるか検証したいんだけど、検証なんてしてる場合じゃねえな、後で履歴見ればいい。えでかい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 、マジで美味しい、マジで美味しい、マジで美味しい美味しい美味しい。寝た寝た、寝ていいよ。ホヤフラか勉強か。うわーちょっとここで靴は行った方がいいかもしんないんだけど、ガチでガチで守る150まで行ってるから。うわーでかすぎる、行ってくれや。飲んない方がよかったか、ちょっと待って。いやこれマジで勝った、美味しい。うわー怖すぎだろー、こっからさすがにキング持っていかれることはなさそうだし、完全に完全に寝たなこれ。目覚めんなよマジ、覚める前に覚める前にボコボコにしてる。うわーマジで怖いよなこんなんが続きます。よし
じゃあちょっと調べよう。ゴブリンバレル13レベルはレベル9やな、雨で溶かせるのか問題。だからレベル高くねえか、13が来たんだな。さあ13バレルの HP は244です。で矢の雨のダメージは300だ。全然いけるよ。そう考えたら矢の雨めっちゃ強えな。さあ、いやー強い。まあ許そう。さああと2勝で、うわあと2勝で4600なんだけど、うわ怖っ、これやばいな。行くか、もう行くしかない。さあメガナイトークベビドラタレビ10、まあまあまあこの辺はいいんだよ。初手バレルすら危ない。相手のなんかユニット絶対出してくるからな。その逆に飛ばそう。ほい。アチャセパもしねえかんな、俺ぐらいになると。はい、あれアーチャーだけで守りたい。さあエレキいいね、ダメージ400入っていきます。最小限で抑えます。からのウォールブレイカーセパレート、あービリビリ入った。まあ出しとくか。いやこれはマジで美味しい。フルカウンター、メリオダスの出番だ。いけ、舐めてる舐めてる舐めてる、その辺やってる。はい、うわーこれ絶対止まんないやつやん。キング見えます。よし、やまし、一生重てえな。ノーノーと上がってたんだけど、はい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 、ワンパンワンパンワンパン、イエス、ザッツワンガイ、イエス。さあ次だ、次勝てば神セールが来てくれるかもしれない。一応このカードエルゴレ、エリゴレゾーンが来るのか。あ、てかエリゴレとかにもボムタワーの方が強いですからね。よし、さあ勝てば4600、設定がタラビキュー。レオ、名前はレオちゃん。こういう相手が一番強いがんな、マジで。さあレベル10、うわーアーチャー強いんだって、おいアーチャー強いんだって。まあ今のはいいやろ。うわーうわーちょっと、いやこれ熱い、お願いスケルトン部隊マジで。裏、いや裏にいない、何やってんだよ。うわーこれゴブリンバレル来る。いや別にいいか、やなめなければタルババだったな。タルヤじゃないことを祈りながら、ちょっと普通にうまいやつ来た。うわーこれ今来るとやばい。マジ普通にうまいやつ来た、絶対砂漠やん。ちょっと待って、レベルはでも一緒ぐらいだ、負けない。今陸受けない相手きつい、スケブしかない。いやーもったいないか。いやいい、カウンターでいけるかな。え、ミラーか。さあタル使う、よしよしよし。いやここは無理にコスト使わなくていい。ボムで全回収できる。うわぁ、うめえやつおる。こういう、まあ、枯渇系もちょっと強いよな。呪文枯渇。
さあ、まあ俺だから勝ったみたいなとこあるな。いやマジでこれ絶対うまいやつです。ユニレベが低くてちゃんとうまいもん。わあでけえ。さあこれで4600か。5000まで生きる気がしねえな。ウォールブレイカーバレルプリンアチャ結構いいデッキだな。さあレオ様撃破。よっしゃ来た。4600は出た。これユニレベパワーレベ強制上げなきゃいけないやつだ。このシステムちょっといらないな。これによって対戦相手のタワーレベユニレベが絶対上がるんですよ。うわありがとう、マジでありがとう、マジでありがとう、マジでありがとう、本当にマジでありがとう。ハート送っとく。あーセーラーさ来てない。多分次もう一戦すれば来るやつね。あーあれだ、アリーナまだ上がってないわ、やべ。いやーマジこの絶対上げなきゃいけないこのシステムやべえ。対戦相手マジで強くなる。さあ無理やりユニレベ上げてレベル25で、これでアリーナが、いや上がんないんだ、やばすぎだろ。ちょっと待ってよ、26に行くと、いや27行くとタワーレベル10になるんですよ。俺こんなレベルでタワーレベル10行くと終わっちまう。ちょっとマジでやばい、どうしよう。一旦引く、お願い、マジで来い、お願い、やらめい、にゅアリーナ上げるためにタワーレベ伝説のキングの旅路か、はい、上げないといけないんでレベル上げてたんですけど、気づきました、ゴールド足りません。はい、ゴールド足りないのと、なんなら経験値もギリ足りるかどうかってところで、結局これゴブリンバレルを上げなきゃ先進めない、アリーナ上がらないゴールドない、なんだこれ、ゴブリンバレルを上げるゴールドもない。魔法のコインが1個あるんで、まあそれ使ってやって回収してこっちに進まなきゃいけないなっていう感じがしてます。そんでこれ回収するためにもウルトラの指南書を使わないといけないんですけど、その使うお金もない、いわゆる積み